ババ。さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの小宮坂です。今回もカババさんの提供でスタートすることができております。いいから比較動画スタートしていきましょう。相方は、はい、太田市市議会議員マリオ高野さんです。マリオ高野です。皆さんこんにちは。3、2、1、5。もう踏んでた。もう踏んでたんですか。踏んでた。ちょっと踏みたくなってしまった。さあ、マリオさんの思惑通り今加速しなかったから結果的にブレーキ踏みましたね。踏みました、はい。本当はランドクルーザーの前に出れると思ったでしょ。そうですね。ちょっとでもそこまでは早くなかった、まあ、でも、うん、ここまでマツダ3を、マツダ2だ、今回は、はい、はい、持ってきて、はい、加速感はどうですか。加速感ね、あっちは一応スポーツモードみたいなものが一応ありましてね、はい、活発は活発だったんですよ。ただでもね、こっちは音はちょっと今のところ僕の中では合格。スポーツ、あ、合格、うん、なるほど。車がちょっと軽い気がする。紹介を忘れましたが、こちらスイフトハイブリッド RS です。はい、RS だから、まあ、内外装詳しくは見ていただければ分かるんですけど、タイヤもダンパーもステアリングの味付けも違います。でマリオさんにぴったりなホンガーステアリングですよ。そうですね。今回対決、はい、ライバル、これライバルってなるんじゃないかな。だってスイフトってやばいぐらいコスパいいでしょ。はい、でそれに対して全てのモデルがコスパいいでしょ、マツダは、うんうんうん、だからそのマツダのコンパクトモデル、うん、マツダ2、マツダ2、そう、なのでマツダ2は今回は、はい、ガソリン車の BD グレード、はい、でスペシャルモデルというかちょっと派手な格好してたでしょ、うん、めっちゃおしゃれでした。そう、ルーキードライブっていうパッケージオプション入ってるんですよ、うん、あとは BD グレードクラップポップっていうのもあるんですけども、はい、まあ何にせよ中身としては BD グレード、はい、じゃあ、うん、どんどん行きましょう。はい、本当はね今回だからこれ RS なので、はい、本当はマツダ2で言えばスポルト持ってこいよって言われそうなの。おエンジン回るね、やっぱ回りますね。いいっすね。さすが、さすがやっぱスズキ、スズキバイクメーカーも持っている、はい、7速マニュアルモード、マニュアルモード付き CVT、はい、やべえ、マリオさんがこういう風にガチャガチャ騒がしく動いてる時は意外と走りごたえというか、なんかおじ行くぞーの感覚がある車の時だよね、はい、なんかこれもういきなり上がりますね。いや僕は横に乗ってて不安しかないみたいな。不安が結構ね。そうでしょうね。マリオさんがサバ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 してくると、僕は、はい、今日のロケ大丈夫かなってだんだん思い出す、私が気持ちよく なればなるほどね、助手席の人は不快になるんですよ、やっぱり。まあ不快にはなんないけどね。それは長年の、あの女性なんか特にそうでしたが、僕が楽しめば楽しむほど振られていくという、はい、2人して独身族でございます。はい、はい、どんな感じですか、うん、マツダ2と比べると。はい、いやマツダ2もね、あれはあれで単体で乗ると、うん、本当にあのコンパクトカーの中では、うん、ちょっとこうスポーツ度が高いと。やっぱマツダのねクロースター RX7 とかのあのイメージのやっぱ DNA を感じられる、うん、何乗ってもスポーツ、コンパクトでもスポーツだな今日も思いましたが、うん、はい、これ RS っていうグレード、これなかなかこれはすごいんじゃないでしょうかという。いや、すごいと思う。はい、スイフトスポーツが、うん、車種とかそういうのも全部含めて鍛え上げ、なんか引っ張り上げてるから、 RS も自然の中で結構底上げされたと。うん、はい、いや、これすごくいいです。どんなとこがいいですか。はい、そのすごくいいを紐解きましょう、うん、なんかそのちょっと大げさめに言うと全部がソリッドに感じます。あー、スポーツカーっぽい。マツダ2と比べるとどう。マツダ2もあれ単体で乗るとソリッドだと思ってたんですけど、今こっちに来たらよりこっちの方がという、今のところそういう印象です。だとりあえずここまでマリオさん乗ってきたマツダ2で、はい、今この落ち着きのない運転まではなんなかったってこと。そうですね。なるほど、こっちは自然と落ち着きのない運転が生じてしまうような衝動に駆られるわけでしょ、はい、ちょっとスイッチが入ります。これはすごいね、これ小さい車言われなかったらスイフトスポーツだってこう普通に思っちゃいます。これちょっとスイフトスポーツ5回言ってください、はい、スイフトスポーツ、スイフトスポーツ、スイフトスポーツは言えました。じゃあちょっと中間加速いきましょう。はい、3、2、1、5。ターボっぽい動きをするのは確かにこれ CVT の変速なのか。でもこれモーターアシストも入ってるじゃん、ハイブリッドなので。それがその高回転で働くのか、電気ターボ的に効いてるんで
かね、来るときこれ僕乗ってきたじゃないですか、はい、ターボっぽい動きだなっていう、一瞬錯覚したもん。ターボだったらますますね、スイフトスポーツと、うん、気持ちいい、一緒になっちゃい感じですか。やべえ、曲がった瞬間気持ちいいってマリオさん言ったでしょ。おお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 、入っていく入っていく、アンダー出ないっすね。やべえ、マリオさんからアンダーとかそういう言葉が出るときの車はやべえ。いや、これやべえ、これあれ RS で本当になかなか乗る機会なくて、あの出た当初にカートップのツーリングで、うん、ちょこっとのちょこっとちょこっとでもないけど、あれあれ以来ですね僕これ。スイフトはさ、はい、カートップのツーリング、ええ、大人気だったよね。よく出てきましたし、みんなこう褒めますよね。そう、スタッフが全員。やっぱ1000キロぐらい走るツーリング企画になると、はい、なるべく楽な車を長時間乗りたいじゃん、はい、はいはい。だから結構スイフトはシートもいいし、はい、チルトもテレスコピックもついてるし、だからそういった意味ではすごい大人気だったよね。はい、めっちゃそれをちょっと思い出す感じですね、うん、こんな良かったんだっていう感じです。マリオさんは一回も試さず運転支援終わりましたけど、いやいや、試しましたよ。あ、試しました。はい、うん、普通というかこれまあ、アクセルと薄い、薄い、まあまあまあ普通かな、そんなね感動はなかったですけど、まあ僕も補足すると、はい、じゃあ僕のコメントね、はい、普通、まあね、正解です、はい、はい、まあまあ、まあ、ハンドル支援はね、ついてはない、車線逸脱はついてるけど、はい、だからセンタリングキープはやってくれない、うん、センタリングキープとかってこの電波の中に入ってるモーターがトルクが強いものが入ってないとできないから、それは入ってないですね。だから要は電波の要は車線逸脱、車線から外れそうになった時にキュッて一瞬戻してくれるのと、真ん中をビシッて行くのってもう電波の使ってるモーターの大きさが違うんですよ。なので結構小さい車って軽いからこそ、電波ってもともと普通に使う分には結構小さめのモーターでアシストは全部賄いちゃう。だからそうすると運転支援用にセンタリングキープをつけようとすると、そのモーターそのものを変えないとつけられないんですよ、機能的に。で、大型車とかになるともともと重たいから、相当強いモーターついてて、もともと最初から、はいはい、だからそうすると運転支援簡単にセンタリングキープ簡単にっていうわけじゃないけど、パンと制御だけで変えれるから、ハードが変わらないでいけるから、だからこういうコンパクト系ってやっぱね、センタリングキープがついてるついてないって結構そこハードルが高くて、値段も結構変わりがちで、だから今回でいうと2台ともマツダ2もこっちのスイフトもついておりません、うんうんうん、だからそこに対しては差はないと思ってください、はい、で両方ともレーダークルーズはついてるので、なのでまあそういった意味ではまあほぼイコールっていう、はい、で今のところの違いとしては、だからマリオさんがこっちは、ね、なんで今日グローブこれしてきたの。いや今日はやっぱりね、まあちょっと僕の中ではホットハッチ対決のつもりで来ましたんでね、うん、あ、マツダ2対スイフト、ええ、ちょっとまあ朝からちょっとまあ来る、もう乗る前からちょっと上がってたんですよ実は。なるほど、久々になんか気象いマリオさんが見れましたよ。もうね、これで今日は手触りをいろいろ味わっていきたいと思います。味わっていきたい、はい、頑張りましょう。はい、もう朝早いけどね、ええ、とうとう次回は朝5時半スタートですから、はい、ええ、早い分にはね、何も早くてもいいですね、やっぱ朝早いと気持ちいいよね。そうですね、やっぱり、うん、道空いてるし、それが一番、そんなにまだ暑くないし、はい、じゃあ乗り心地チェックいきましょう、はい、どうぞ。でここをまずは乗り心地チェックね、はい、はい、悪いとこ、うん、だ決して悪くはないけど、ちょっとスポーティーな車だなっていう感触ですよね。スポーツカーに近いですね、なんかね、うん、これ本当スイフトスポーツじゃないんですが、本当にもう一回車降りて確認したくなるくらいです。そうなんだよね、なんかスイフトスポーツっぽいけど、スイフトスポーツだともうちょっと重厚な感じあるよね、うんうんうん、もうちょっとなんか重たい車をどしっと重さでも安定させながら、それをパワーで押していくみたいな、うんうんうん、なんか僕そういう感じでスイフトスポーツがあって、こっち RS はちょっと軽くて、軽いですね、助手席乗ってて不快かどうかって、この道がずっと続いたら不快かもしれないけど、まあでも収束早いですもんね、うん、そう、収まりがね気持ちいいですね。でタイヤの音は平均的、うん、なってはいるんですけど、耳障りな 音質ではないと言いますか、でも車付き運転付きの人は全然嫌じゃない音だと思います。全然嫌じゃない、はい、普通のことが普通に起きていて、でそれでいてハンドルとか手応えがしっかりしてるから、
全部納得できちゃうみたいな、ね、全部なんかそうですね、自然につながってる感じ。強み強調の典型的、うん、すげえなんかうまく仕上げたパターンだよね、うんうんうん、だから音とか乗り心地とかは平均点、要は不満が出ないレベルに抑えながら、うん、ハンドリングとかなんかエンジンとか、うん、そのあたりだけパンって突出するみたいな、だここが乗り心地とか音とかがドンって下がったりしてると気になるじゃん、はい、こっちまで影響しちゃうじゃん、引っ張られちゃう、うんうん、でもそこらが不満点が出ないギリギリ線に結構近いぐらいかもしれないけど、絶妙なとこです、ね、だからそこだけフォーカス当てるといいとは言えないんですよ、うんうん、いいとは言えないんだけども、うん、これがあるからハンドリングとか、はい、だからすげえいい車に感じてくるね、うんうんうん、だから仕上げ方のうまさも、はい、あるかと。RS ってこんなにすごいグレードだったんだなってなんかちょっとびっくりです。ね、はい、ノーマルの RS どうなんだろうね、ハイブリッドじゃないとね。そっちは ね、MT もありますし、うん、で車両重量ちょっと軽くなるから、そう800台ですよ。そうだからこれ910か、だから軽いんだよね、はい、この車ね。すげえ軽いですね、うん、さあスポーツモードないっすよ、ね、左行きましょう。はいはい、スポーツモードは、はい、ございませんね多分ね。まあ、RS は常にあったとしても僕の時に押します。常時スポーツだって市議を守らなければ、あそうです、ね、世間一般から、そうですね、そうですね。でもさ、車運転してて気持ちいいっていうのはさ、はい、ある意味もうさ、はい、今の時代ちょっと変態の領域だよね、やっぱ。まあ十分変態でしょうね。だって冷静に考えて、今マリオさんが一人運転してて、はい、その運転してるところからあの人が気持ちいいって言ってたら女性の人来ちゃうってなる。演出者ですね、それ完全に。そうそうそう、あ気持ちいい、気持ちいい、ウェーみたいな。ウェーでも本当ウェーですよこれ、相当気持ちいいですよこれ。ちょっとミニサーキット行きたいですよこれね。ねえ、これつくばタク、なんか改めてやってみたらどうですかこれ。なんかそういうね、ちょっとサーキット行きたくなりますよこれ。やっぱ軽さは武器だね、はい、跳ねるけど、跳ねるけどなんかね、なんか許せちゃう。そうですね、本当になんか昔ながらのホットハッチ感もあるので、うん、まあやりませんが、多分タックイン的な動きができるんではなかろうかみたいな雰囲気で、あるあるね、鼻がこう、まあ、巻き込むまでいかないんですけど、やっぱりグイグイ中に入ってくれるし、これは相当そういう、なんていうか、本当クローズドコースで本当ガッツリと味わってみたくなる。3、2、1、もう踏んでましたけど、はい、おいい足の動き、いいっすね。このトルクかけながら曲がっていってもすごい、ね、強く曲がってくれて、はい、スポーツカーですねこれね、やっぱりね、これはスポーツカーですよこれ。ステアリングフィール、これでこの価格っていうのが結構すげえ、すげえ200万ですね。そう、200切ってるんですよ。切ってる。なんかね、内輪も噛んでるし、うん、外輪も噛んでる感じするし、はい、これハンドル持ってなくてもマリオさんがこういう走りしてて、はい、全く不安感ない。これはね、4つのタイヤすごい機能してる。本当アクセルオンで本当に LSD が効いてるかのようです。このなんか横に乗ってて不安にならないっていう、はい、マリオさんがこのスイッチ入ってるのに、これはね、これはなんか秀逸な、うん、いやこれすごいいいですねこれ。 RS こんな良かったんだな。ちょっとこれいつまでも走れてしまいたくなりますが、じゃあこの辺で、じゃあこの辺で、はい、市議を守らなければ、はい、お願いします。はい、僕が運転します、はい、さあマリオさん、はい、やべえわこれ。分かった分かった、もうなるほどね、もう分かりましたか。助手席でも十分、あ楽しそうだなって分かったけど、そっか、偶然にも今一番下げたからマニュアルになってんだ、うんうん、このねアクセルにエンジン音が超連動してる、だから結構胃のまま感が強い、うんうんうん、助手席に乗ってるよりかは跳ねる感じするけど、うん、そうですね、ダイレクト感は逆に超ある、うんうんうん、そうダイレクトですよね、ストリートですよこれ。ハンドル、タイヤからホイール、うん、足回り、シャーシでここに伝わってくるまで、うん、無駄なものが、うんうんうん、フィルターがあんまない。そうですね、フィルターがあまりないのに、うん、このぐらいで収めてる、要は振動とかをね、はいはい、これがそう、キックバックは出ないですよね。すげえ、トルクステアもないし、これすごいですよ。ブレーキタッチも、はい、まあ、悪くない。うんうん、3、2、1、はい、
げ低速値欲しいね、うん、はい、トルクが。そうですね、ちょっと盛り上がりが、うん、だから3000ぐらいを回っちゃってからであれば、うんうんうん、結構気持ちよくヒュンヒュンいくけど、うん、そうそこの下がちょっとマイルド、ちょっとしんどい感じが、うん、伸びはいいんですよ。だからやっぱマニュアルモードで走ってちゃんと回転数使ってあげる分にはいいんだろうね、うんうんうん、だから今若干あれでしょ、僕の横乗ってて、うんうん、あ、ちょっとここだけ、うん、少し加速こねえって思ったでしょ。そうそう、うん、普通に遅いと思いました、うん、いいね、マリオさん言葉選ばないもん、ね、遅いと思った大田市議会議員マリオ高野としては遅いと思った、答弁を率直に、まあでもこれ気持ちいいっていう言葉は分かる、うんうん、後ろタイヤすげー使えてる、うんうんうん、この後ろタイヤをこういう風に自然とハンドル切るだけでグッとちゃんとちょっと沈み込み加減で使えるってこれね気持ちいいんですよやっぱ車、はい、このバランスほんといい、はい、改めて左カーブちょっと手前からスッと切ってこれで左もう後ろちゃんと使えてるんですよ。この後ろがちょっとこのね少し沈んでるってこれがなんかスイフトの凄さというか、なんでさスイフトってこんなにいいのかね。いやすごいですよね、という健康型本当に。そのスイフトスポーツもそうなんだけど、スポーツももう本当に感動しますけど。なんであの価格で あれを作れちゃうのか、ね、いや本当に感じさせ方もうまいし、はい、本当に運転好きを気持ちよくさせるツボを本当に抑えて心得てるんだなというね。なんかバイク作りの発想で車作ったらこうなんのかな。やっぱそこなんですかね。なんかありそうなんですけどね、うんうん、さあとは言ってもマツダ2だって負けちゃいないんで、うん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 、さあ乗り換えましょう。はどうぞ。はさあマリオさん、はい、乗り換えましたよ、はい、もうね全然車違うマツダ2、はい、やばい、すぐ伝えたいことがたくさんあるんですけど、その前に、はい、今回も川端さんのご協力で展開することができております、はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。川端さんの魅力もうざんざん聞いてきたっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、改めてお店を持たないからこそどこよりも高く売れるしどこよりも安く買えます、はい、もうその本質はもう車の売買におけるマッチングサイトだと思ってください、うん、売りたいっていう人と買いたいっていう人を直接つなげることができたらこれって一番いいじゃないですか、はい、だから古本屋持ってって50円で引き取れたあの古本が150円で売られてるとかおえーっていう、それって考えてみたら3倍だよね、はい、結構でもそういうのあるもんね。まあそういうもんですよね。でもそういうもんじゃないですか、やっぱお店を持って在庫してるからこそその分のお金が要は本にどん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 かかっていくので、はい、でも一番いいのはそれで言ったらじゃあ売りたいっていう人と買いたいっていう人がもし直接つながることができたら売る側だって高く売れるし買う側だってめちゃくちゃ安く買えるし、はい、これすげえいいじゃんっていうそういうお話ですよね、はい、だからカバはそれをやるのが本質でございます。であのそれをやろうとした時のやっぱデメリットとか不安とかがまあ絶対的にあるわけですよ、うん、車それ大丈夫みたいな、うん、だからそういう不安を解消するべくさまざまな試みをやり進化しているのがカババでございます。まあなので保証制度もしっかりしております。有料保証制度まで使ってもらったら1年間保証がつきますしね、うんうん、でさらにメーカー保証だって継続的に使うことができるし、はい、でカババは僕いつもね使ってて思うのはやっぱまず一つは、うん、今カババ大人気で、うん、今お願いしてもあの場所によっては掲載できるのが3ヶ月先になりますとかそういう場所もあるの。あ、そんなにですか。そうなの。やっぱね人が今足らない、うん、人材不足、そんだけ忙しい。そうなので人材はもうカババはもういつも探しておりますけれども、うん、で加えてあと売りたいっていう時に売れないと買いたいっていう人が出てきてくれないと売れないじゃないですか、はい、だからそうするとなかなか車を手放せないとか現金化できないとか次の乗り換えの車はもう見つかってるのにとかっていうのが起きちゃうので、うんうん、だからカババとしては今一括査定の代理業務みたいなこともできるようになりました。なので売りたいっていう時にちゃんと現金化できるっていうシステムも今組み出したので、まあそういった意味ではすごく安心して使える環境がもうどん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 整っておりますので、うん、カババ一度覗いてみてはいかがでしょうか。まあ本当使った方からは本当ねゴミちゃんありがとうっていうコメントすごいもらうので、でも本当ね僕の今一番のネックはそういう幸せな方を増やしたいんだけども、そのカババのサイトをもっともっと広く多くの方に見ていただかないと利用者が増えないとこれなかなかそのマッチングが起きないわけですよ。だから結婚紹介所みたいなところもそうでしょ、
そうですね、登録する人が、ね、登録する人が多くないとさ、っていう話じゃん。僕はだからそこに一生懸命協力しているところでございます。登録してくれる人を増えるためにというところで、はい、まあ何にせよ高く売れるし安く買えるので、カバのサイトを一度覗いてみてください。はい、というところでワイニングいきましょう。お願いします。ゴー。あー、さあマリオさんいやこっちよこっち、やっぱスポーツだ。スポーツなんだけど、スポーツですね、サウンドスポーツでした。スイフトが純粋にマリオさんが興奮するぐらいなスポーツだとしたら、うんうん、こちらはグランドツーリング。ああ、ちょっと大人っぽいですね、やっぱりね。大人っぽい全域が。ホイールベースがやっぱりこれ120ミリぐらい違うんですよ。あ、そんな違うんだ。しかも重さも100キロぐらい違うんですよ。100キロ違いますか。そのあたりが明確に出てる。だすごい落ち着いてる。落ち着いてるけど、要所要所で硬さは出る。うんうん、から雰囲気はある。うん、3、2、1、5! いいっすね。これはサウンドと盛り上がりと。サウンド、盛り上がり。はい、運転してる限りで言うと、うん、シフト変速した時の若干のトルクの落ち込みはあり、あ、やっぱ CVT だとエンジン美味しいところで回転数調整でずっといけるじゃないですか、うんうん、でもこっちやっぱシフト変速された時にやっぱ落ちちゃうので、うん、回転数が、はい、そうするとトルクバンドから若干外れる感覚はある、はい、ターボだったらガンガンいくでしょうけど、うん、硬さ感で言うと質が違うけどこっちも硬いよね。硬、まあ、い硬い度合いは似たようなもんかなと思います。やっぱねこれマツダ全車共通してるんですけど滑らか路面は極上、荒れた路面はおーっていうぐらいちょっとコツコツ硬いですね全車。跳ねるんだけど、うん、意外とフラットライド感は保ってくれるから、うんうん、耐えられちゃうというか、はいはい、でシートもいいし、あ、ちょっとヘッドレストがね前に出過ぎてる感はあるけど、個人的にはちょっと首がクッと押される感覚はある。しかしハンドルはね、うん、こっちもこっち素直なね、うん、あのスイフトみたいなダイレクト感っていうのは少ないですけど、はい、しかしながら滑らか、うんうんうん、こっちの方が電波で言うと容量の大きい電波を使って余裕の電動パワーステモーターのトルクでもってコントロールしてる感じ、うん、だから無駄な振動とかも全部かき消せるような感触はあって、この辺りが違うかな、うん、スイフトはもうギリギリのモーターが入ってて、うん、僕もう頑張ってますってモーター一生懸命動いてて、うんうん、路面からの入力に対してかき消さない振動もあって、うん、かき消せない振動っていうのかな、うん、だから若干反動に伝わってくるんですけど、その反動に伝わる微妙な微振動さえ電波が消してる、うん、だから電波の魅力ってあの路面からの振動を逆入力で消せるので、それをね的確にやってるような感触がある。だから本当ねグランドツーリング、うんうんうん、ちょっと硬めのみたいな、荒れた路面だとね。以上ゴミ安坂でした。はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、マリオ主義、よろしくお願いします。マリオさん、じゃあスポーツモードで行きたいですか。はい、行きたいです。スポーツモードにします。はい、お願いします。おー、はい、なんか出た。はい、やばい、足元が狭い。狭いですか。うん、ちょっと別のことを言って、マリオさんがスイッチ入んないようにしとかないと。あ、確かになんかこれは大人だ。なんかさ、こっちはさ、はい、どっちかというと僕好みの車だよね、間違いなく、はい、だからマリオさんがガンガンほっといてもスイッチ入っちゃってくような感じではないよね、うんうんうん、はい、そうですね、あの本当に十分ね、あのダルでは決してないし、すごいな、重厚感すごいですね、これ重厚感すごいね。なんか確かにそう、いろんなものがなんか遮断されてる感じはありますね。かといってその欲しい情報はちゃんと残されてて、そう、ね、さあマリオさんの行く手を阻んでいたトラックがいなくなり、うん、マリオさんがどのぐらいのペースで行くのか。あ、でもこう確かに変速の瞬間ね、谷間はありますけど、その一方でこうファインファインってこのね、あのシフトアップのこう何て言うんですかね、サウンド気持ちいいですよね。あ、これパドルはないんだ。パドルない、パドルない。これスポルトになると確かパドル付きなんですよ、うん、そうそうそう、なるほど。だから本当はねスポルトを用意したかったんですけどね、はい、これフロアでやればいいですね。そう、フロアでやればパドルシフト、うん、これはこれでやっぱりね、あのこのトルクの谷間は出る一方で、これやっぱり本当の段付きのミッションならではの気持ちよさありますね。あ、これ音量は、音量はよりスポーツかな、こちら。
で言うと結構かぶってたけど、うんうん、全く違うね。ですね。これはこれでレベル高いですね、やっぱりね、はい。スポーツのキャピキャピ系でマリオさんをどんどんスイッチを入れ続けちゃうスイフトと、このなんかマリオさんをちょっとおとなしく、でも満足させながら行く、そうそう、ね、そうなんですよ。さっき言ったようなペースで走らなくても充実感があるんです。でもやっぱジーベクは効いてる気がする。これもやっぱりそうですか。うん、いやこれは本当に人の好みで だいぶ逆に評価が分かれそうです。こっちの方が絶対いいじゃんっていう人の方がちょっと多いのかなっていう気がしなくもない。万人受けで言うと、ま、こっちだろうね。いい意味での万人受けはこっちですね。うん、スイフトはちょっとこれから比べるとちょっと軽すぎるというか、ペライ感じではないんですけど、ちょっとやんちゃすぎるように感じるのかな。っていうかこれ驚異的だよこの車、うん、だってこれで安いからね。これ安いんだ、こっちは安いんだ、これ驚異的だよ。こっちの方が 2,30 万高いんですって言われたら、あ、そうでしょうね。逆でも乗り味とかで言ったらこっちの方が高いよね、うん。さあ僕が何にも言わずにマリオさんがここ右曲がって乗り心地チェックポイントに行くっていうのがこの車の、ええええ、そうですね、まあ、まずは一つ、ええ、さっきの永久に走っていいでしょうかみたいな。そうスイフトは本当僕が乗り換えようよって言わなかったら、ええ、マリオさん結構走ってるもんね。お猿さんモードになりましたが、こっちは、ああなるほど、うん、いいね。なんかこっちだとさ、グローブ外した気分になってくる。グローブはね、あ、そうですね、あ、それはポリシーです。ポリシーというかね、あ、まだあのつけたいんですけど難しいな、これ よしあしじゃないですね、これ完全に。うん、マヤさん今度なんか勝負して、うん、棒が勝ったら、うん、市議会にそのグローブつけていやグローブね、グローブか。意外とその服装はね、うん、あのそんなこう厳しくなくて、この間もあのバスケットのね、あ、着てましたよね、うん、着たりとか、うん、結構許されるんですけど、グローブしてる人多分今中で誰もいなかったでしょうね。なんか前例がないからみんなポカーンとするでしょ、 何すんのみたいな。なんかさ、スバル誕生の月とか日とかさ、あーなるほどね、うん、サブロック発売日とかね。そうそうそう、いいな、まっすぐもいいな、まっすぐもいいっすね。さっきのスイフトまっすぐもいいなと思ってたんですよ。まっすぐ走ってるだけですごい気持ちよかった。対向車線にマツダ3シャコタン走ってたけど半端ないかっこよかった ね。 そうですね、真っ黒、あのチューニングしても似合いますね。似合う、どっちもそうか、すげえかっこよかった今びっくりしちゃったごめん話しとっちゃってあ、はいどうぞ。ああ、ええ、なんだっけ、あ、まあ、そうそう、うん、まっすぐも存外に気持ちよくて、いやこれは難しいな。これなんかこっちの方がさ、全体的にしっとりだよね、乗り心地も含めて。 その収束の仕方も振動するんだけどすぐ収まるスイフトとかに対して、こっちは全体的にちょっとプッシュも使いながら、なんかふわふわっていうの、なんかね、瞬時にビシビシ来ないですね。ちょっとゼリーの中で、これ減衰の立ち上がりがちょっと穏やかというか、穏やか。だからコツコツはあるんだけど、そのコツコツの角がすごい丸まってる感じ、はい、デートカーにって言われたらいつもこの視点になっちゃうけど、はい、女の子横に乗せるんだったら、うんうん、そうですね。だから一人で乗ってたまに横に誰か乗せるようだったらスイフトかな。僕スイフトだったら多分ね、もうそこのコンビニでいいからごめん降ろしてって言われて、もうタクシーで帰るとか言われそうですそれは乗り心地とかじゃなくてマリオさんがスイッチ入っちゃうからね。そう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 、もう、こんな運転する人の横なんか乗れないよって、そうとなりそうですが、こっちはなんか、いや最近この経済がねとか、なんかそんな話しながらこうねなるほど、それはそれで降りたくなるかもそうか、どっちみちそうか、うん、なるほど。いや、うん、そういう、もう精神状態がガラッと変わるんですけど、充実レベルは同じですね。一緒、うん、一緒、うん、一緒、これすごい。同じ硬さも同じだけど、そのね、硬さの質があっちもとドライで軽い、こっちはなんかちょっとウェットな感じ。助手席乗ってるだけで言うとどっちだろうな。あのね、マツダの乗り心地ってこの荒れたとこ、マンホールここもあるでしょ、今ポホンって行くでしょ、この乗り心地ってね、意外と来るのよ、感覚的に。それはフラット路面がこの重厚感があってすっげえいいから、そのね、ギャップが結構あんの。ああ、急に来るみたいな。そう、急に来るの。確かに。だからそこをどう感じるかだな。急にこれスポーツですってなんか言われるみたいな。そう、だから多分マツダのオーナーの方はこれは単なる一つの
老婆心のようなアドバイスみたいな、うんうん、マンホール避けまくる。なるほど、これ大事、はい。まあ、ドライバーと大体予測つくからね、なんか段差あるなと、うん、この左側とか絶対乗っちゃいけないじゃないですか、はいはい、ね、マリオさんあえて乗るけど、だからこういうのをいかに避けてあげるかとか、はい、そういう感じですかね、はい、それをやると結構スマートにどん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 この車走るような感触もありますね、はい、はい、じゃあ最後高速道路行きましょうか、はい、はい、高速道路です、どうぞ。さあマリオさん、はい、最後ちょっとね、今日はいろいろ悩み事が多いですよ、どうしようかなでもまあワインディングはもう決まってますけどね、そういうのを考えながら最後3、2、1、5、うい、やっぱ 6AT は 6AT で気持ちいいよね。そうですね、やっぱりその変速した時のグンっていうメカニカルギアが噛む、はい、このメリハリはやっぱり、うん、CVT もね頑張ってはいますが、最近いろいろやっぱりいいですね。だそうなると、いや、なパドル欲しいよって。あ、確かにそう。だスポルトだったらあるだろうけど、ね、パドル欲しいよって。ですね。思うところっすね、はい。やっぱね、マツダは、フラット路面に来た瞬間に車が、すげえよく、なんだろうね。ね、音のこう入り方もいいですよ、なんかね。遮断の仕方がいいと言いますか。でもやっぱちょっと硬いことは硬い、ね。硬いは硬いです、ね。硬いことは硬い。時々こう思い出される。うん、だから、本当にフラット。だと、はい、パーンって抜けるよね。そうですね。そのね、でも、まあ、今みたいなさ、ショックはさ、その手前までの滑らかの面で得ているフィーリングからすると、突然コツ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 ってくるじゃん。予想ね、ある意味予想できない入力の入り方はあります。そう、だから自分の中で予想以下を作ろうとしちゃうようなさ、うん、だから やっぱ滑らかの面今こことかさ、はい、すごいいいじゃん。うん、だここはこんなによくしなくてもいいのかもしれないけどね。なるほど、難しいけど、うん、いや僕でも本当あの単独試乗してる時とかはよく昔そういう話は してて、うん、こっちのその悪さ加減が分かっちゃうんだったら、うん、そのいい方ね、いい方、ね、そんな上げなくていいって均一化した方がいいのですね。 その方が、なるほど、だから期待値コントロール、だから乗ってる時にも期待値コントロールってあって、うんうんうん、この今フラット路面をこんなによく走ってんだから、うん、うわ乗り心地いいんだろうなって、うん、これ期待値が上がっちゃうじゃん、ね、目地段差来てももういなすだろうみたいな。そうだから、そういうの考えるとやっぱ期待値って必要以上上げちゃいけないんだ。なるほどね。だから僕がまあ最近はあんま言われないけども、そもそも人とあんま接点なくなっちゃったからあれだけど挨拶するだけで褒められるとかさそうですか、うん、今日はよく挨拶できたねみたいな、ありがとうございますみたいな。なるほどなるほど。車高下げた BRZ で走ってるんで、逆にガチガチの中に、お、今の瞬間良かったなみたいな、意外と良かったみたいな。そう、だからそれも期待値コントロールで、ある意味、ええ、そのイメージからすると、お、いいじゃんっていう。そうそう、こんなガチガチなのに良かったよみたいな、そこはありますね。でも今松さんこれで言うと、ええ、お、こんなに滑らかに走ってるじゃん、で、たまに来る、ほんと目地段差とか、デコボコで、ポンって、あれって違うの、あれって言葉だよね、あれ、そうですね、あれ、うん、本当意外です。意外なんですね。だそこだね。まあマツダオーナーの人たちはもう似合ってほど僕がね言うまでもなくみんな分かってる、それは。なるほど。でも昔はこのね、あれの前にあの振り返ると、はい、GBEC がどんどん進化して GBEC プラスとかになってきた時に、うん、このフラット路面のこのフラットさが出たの。だから昔はこの時に足硬いまんまで、はい、ひょこひょこの動きが安定しない感じで、うん、それが今 GBEC も使いながらですごいフラット感が出たから、まずこのフラット路面での乗り心地っていうのの良さっていうのがやっぱ結構際立ってるっていうので、今マツダオーナーの方々は、で、あとこの内装の質感、はい、で、うわいいじゃんってなってるはずなんだけど、冷静になって考えてだんだん時間経ってくると、おそらくちょっとこのコツコツどうにかしたいなっていうのは多分ね、マツダオーナーの方もだんだん気づいてきちゃうんじゃないかなっていうね。なるほど。それは思う、うん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 、で、これ15インチじゃん、うん、これ16じゃないから、あ、そっか、さらにね、うん、そっか、ホイールがでかくなれば、だこれで16インチだよって言ったら、うん、いや、まあこのコツコツ気にするんだったら15インチ履けばって言えるけど、うんうん、今もう15インチだから14履けばとか言えないじゃんそう、ね、設定がないし、ええ、だからそこかな。なるほど。まあでもいいけど、うんうん、静かさはタイヤの静かさとかを含めて、はい、そこにフォーカス当てると多分こっちの方が若干静か、うん、そうですね、うん、
入ってくる音のその何ていうかフィルターがより効いてる 感もありますね。やっぱこっちの方がグランドツーリングって感じだね、うん、向いてますね。このまっすぐも落ち着いてる、はい、その風とかでブレる動きも落ち着いてる、うんうんうん、だキュンキュンブレない、うん、千葉の高速はね横風テストができるのがいいですよねこれね。そうアクアライン横風本当ない時あるんかみたいなそうですね。でもレーンチェンジはやっぱスイフトの方がシャキッとはするけど、うん、まあこっちもこっちで決して悪くない、ね、決して悪くない、絶対的に悪くないですよ、うん、ものすごい贅沢な今比較、レベル高いです今回も。だから今回の比較は結論を言ってしまうと、うん、まあ、結局どっちでもいいんじゃんかよみたいな、うんうん、ことになりかねない、ほんと好みですね、うん、さあじゃあまとめていきましょうよ。はい、じゃあ絶対ブレないところで、うん、まずは、うん、これ多分一緒だと思う、はい、ワインディング、はい、はい、いきますよ、はい、せーのスイフト、うん、もうこれはね本当にサーキット行きたくなったんですよ本当に。もっとこう突き詰めたい、このねこのポテンシャルもっともっと味わいたい、うん、もうねこうコードよりじゃあサーキットだみたいな、うん、そこまで思えたので、スイフトスポーツではないのに、そうですよね、 RS 恐るべしということで、はい、スイフトです。しかし運転支援はね使いづらいね。使いづらいですかね。なぜ使いづらいかって、ちょっとブレーキとかもこれもしかしたらスイフト勝つかもな。あのヘッドアップディスプレイにしか設定速度が出ないのよ、うん、あそれね。だから、はい、ちょっと見にくいですね、まあ、そこでちょっと見にくいんだよね、表示が小さいというか、はい、だからヘッドアップディスプレイをメインモニタープラスサブモニター、サブモニターっていうか、だからこっちが補助モニターではないのよ、うんうん、補助じゃなくてしっかりとしたモニターとして扱ってるから、そっちが唯一なんですよね。そうだからこっちを見ないとことがなんないよっていう状態にしちゃってるから今、うん、ヘッドアップディスプレイにも出るんだけど、メインとしてはやっぱこっち側で、あのメーター見ててくださいねって、うん、で目線そらさずでこっちでも行けますよって、うんうん、だからそれであればいいんだけど、こっちにしか出ないっていうのは、はい、設定速度がだって今僕130とかそのぐらいセットしてたから、うん、間違えてね要は見れないから、あそうそう、ちょっと話しとれちゃいましたけど、だからまあスイフトですよ、うんうん、まあハンドル本当ダイレクトだし、はい、走ってて気持ちいいし、うん、ワインディングだけだったら、はい、まあスイフトを選ぶかな、はい、で差が出そうなのがね街中、はい、マリさん決まってる？決まってます。すごいね、なんで どの視点で決めたのそんなズバッと。もう自分のこ、いやもう今回ねもう自分が好きというね、もうその感情が結構はっきり出たんで、 乗ったどの場面でも、うんうん、なんで自分の選ぶ選択のそのあれは割と簡単っていうと変ですけど、なるほどね、決断しやすい、なるほどね。じゃあ、はい、行きますか、ええ、せーのスイフト。おお、街乗りは小見さんこっち行くかなと思いましたけどね。思ったでしょ、うんうんうん、じゃあそれで言うと僕から言うと、うん、街中こそ滑らか路面からの凸凹が乱発してる頻度が高いですよね。で高速道路はもうこれ結果になっちゃうんだけど、うん、高速道路は滑らか路面比率の方が高いから、うんうんうん、あなるほど、で街中そうじゃないから、うんうん、おえあっていうねの頻度が高いの。そういうことだから、車の動きとしては好きなんだけど、はい、そこだけかな、うん、あとはやっぱね低回転、若干やっぱモーターアシストあれ効いてんのかな、うん、なんかやっぱりあのじわっとした時の方がやっぱりなんか発揮してんのかなという、なんかスイフトググってくるよね、はいはいはい、で CVT だから、うん、なんかエンジンの美味しいところを的確に使う感じあるし、そうそう、だからそれでいうとスイフトかなっていう、はい、うん、まあ僅差でね、はい、うん、はい、そういう感じでした、はい、僕は、はい、ほぼ同じ、うん、もう同じです。同じとは、あ、僕あのやっぱりねソリッド感がやっぱりのスポーツカー転がしてるような気持ちよさがあって、あるで乗ってる時の軽快さ、やっぱこう街乗りはなんかね重厚さよりも軽快感の方が、まあ170キロ違うからね、あると絶対的に気持ちいいので、軽くて引き締まってなんかソリッドでこれスポーツカーじゃんみたいな。だからスイフトの方がどちらかというと予想外のことが起きずブレてない感じだよね。そうですね、そうそう、だから期待通りある程度タイヤうるさいし、うん、そうそう、ある程度そのハンドルはビシバシ来るし、乗り心地もそうだし、でも全部がそのスポーツっていうところで、はい、軸がブレてないから、予想外のことが、はい、あれとかえとかっていうのが起きない、はい、やっぱそこが ちょっと大きいのかな。そうです、うん、はい、じ
じゃあ最後、高速道路行きまーす、せーの、スイフト。お、全スイフトじゃん。そう、 いやそうなんですよ、あのね、これ本当にね、あのマツダ2がダメなわけじゃないですよ、本当ダメなわけじゃなくて、まあ、ご覧になってるって分かると思いますけど、僅差っていうかね、どっちもレベル高いんですけど、自分の好き選ぶ方っていうと、やっぱりね、高速道路でもやっぱりね、まあ、あの車入れ乗った走り出した瞬間からもううわーと思ったんですよ、これが好き、まあ、テンション上がってたもんね、上がってたんで、まずソリッド感であるとか軽さとか、視界もちょっとあれかな、やっぱりスイフトの方があのなんか開放感もあって、ああなるほどね、はい、マリオさんそっちタイプなんだ、うん、だからまあセンターモニターとかやっぱちょっと圧迫感はあるもんね、小さいながらもここにあると、はい、だからダッシュボード上だからね、これあのモニターがあるのが、はい、だからダッシュボード上ってどうしても圧迫感は視界の妨げにならないって言っても若干僕の今目線でギリギリぐらいだから、まあこういったところで開放感とかは、僕結構ねここやっぱミラーのここ気にするから、視覚がだから僕それで言うとこっちの方が運転しやすさは、まあ僕こっち選んだ理由はフラット路面が多いでしょ、高速道路だから、そうするとやっぱ快適比率は絶対的に高くで、ロングホイールベースでハンドルめちゃくちゃ落ち着いてる、はい、だこの落ち着いたハンドルっていうところ、うん、直安の高さともいうのか、スイフトの方がちょっとちょこちょこちょこっとしやすい、まあすね、横風とか含めやっぱ大人っぽいですよね、そうだからこっちの方がちょっと落ち着いて乗ってられる感じだから、はい、高速移動とかするんであれば、うん、僕はこっちかなっていう、うん、あの参考になればなというところで、あの思いのほかちょっと違いがあったなっていうところが、うんうんうん、まあいつも通りなんですけど、いつもまあ思いのほか結構あの違うねっていうところなんですけど、はい、その中でも結構今回は、あこんなキャラ違うんだって、両方とも結構スポーツしてる感じで、今マリオさんの視線はスバル車に行ってしまったのでもう意識が全然パンと切れたのが伝わってきた、なぜバレましたか、はい、うん、だってなんかマリオさんが全然返答が、あ今これ来ないよ返答があって、そういう感じだったんで、いいブレーキつけてんなと思いながら、はい、うん、分かるもんだね、あの一緒に喋ってる人の意識がポンって飛んでった瞬間、顔も見てないです、すごい顔も見てないけど、ゴミさんねすごく敏感すぎるんですよ、うん、普通そこまで気づかれないですよ、すげえ、あマリオさんいなくなったと思ってまあそんな感じの敏感な僕ではありますけども、今日も無事に企画試乗を終えることができました、はい、川さんありがとうございました、ありがとうございました、またあのなんか今後もこういう車やってほしいとかありましたら、どしどしとコメントいただければと思います、結構それを参考に、はい、まあ、今回もまさに本当コメントに多かったので選んでますので、はいはい、こちらもなので書いていただければなと思います、はい、ではでは今回も最後までご視聴ありがとうございました、また次の動画でお会いしましょう、はい、川さんありがとうございました、マリオさんありがとうございました、ありがとうございました、ではでは、では失礼いたします、イカライフを。